味噌の古墳は、兵庫県天ヶ崎市塚口本町にある古墳。形状は、前方公園墳。史跡指定はされていない。石棺は、天ヶ崎市指定有形文化財に指定されている。兵庫県東部、小川西岸に築造された古墳である。1933年の墓地整理の際に石棺が発見されている。現在は三菱電機伊丹製作所の敷地に、 取り囲まれているほか、噴球場は全体が墓地化されており大きく改変を受けている。噴球は前方後円形と推定され、噴球主軸を東西方向として前方部を西方向に向ける。噴球町は約60メートル、高さは約3メートルを測る。主体部の埋葬施設として前方部で組合式型石棺が認められている。この石棺は、 神戸総群中の白色系で質体積岩性で、長さ2.15メートル、幅1.20メートル、高さ1.10メートルを測り、外石の長辺には縄掛け突起を付す。副装品としては鏡、玉、剣、末木等が出土したと伝えられるが、現在は自家等二口のみが依存する。築造時期は古墳時代後期の6世紀中頃と推定される。 湿度石管は1981年に樹脂加工の保存処理が実施された後、湿度地付近に戻されて1984年に天笠崎市指定有形文化財に指定されている。オカインの石管。ありがとうございます。